最初に安倍晋三元総理銃撃事件の真相背景についてです。今年の参議院選挙は7月10日に投開票で行われました。私もこの浦和の東口の駅前でマイクを持って訴えたことを思い出しましたけれども、7月10日投開票で行われていた参議院選挙のその3日前に遡りたいというふうに思います。安倍晋三さんは7月7日に東京の自宅を出て兵庫県に向かいます。神戸市で自民党候補の応援をした後に夜には岡山に移動して、岡山県で参議院選挙に立候補をしていた小野田さんという女性候補者の応援に行きました。安倍さんの7月7日の行動はそうなんですけれども、同時にその日安倍さんが岡山市で講演をやるということを知った山上徹也容疑者、当時41歳は奈良に住んでおりましたけれども、新大阪に出て新幹線に乗って岡山に移動しました。もちろんカバンの中には手製の散弾銃を持っておりました。彼はその日岡山のある会館で行われた選挙の集会に入り込んで、その会場から安倍晋三元総理を手製の銃で撃とうとした。だけど警備が厳しくて入ることができなかったんです。それで諦めて彼はコンビニエンスストアに行って、ある人物に手紙を出して、そして諦めて新幹線に乗って新大阪に戻り、奈良に帰ってきました。その時にインターネットを通じて、次の日安倍晋三元総理が奈良で講演をやるということを知ったんです。実はですね、そもそも安倍晋三さんの次の日の予定、つまり7月8日の予定は長野県に行って自民党の候補者の応援をする予定だったんです。だけど7月7日岡山で講演をした日に発売をされた週刊文春で、長野県から立候補していた松山三四郎という候補者のスキャンダルが明らかになって、それはもう水曜の段階から分かってたんですけれども、スキャンダルの候補者のところに応援に行くわけにはいかないということで、急遽予定を変えて7月8日には朝奈良で、そしてその演説を終えて大阪に行き、そして最後は埼玉で応援演説をやる予定になってたんです。それが7月8日のことで、7月7日の夜岡山から東京に戻った安倍さんは7月8日の朝飛行機で関西に入って、そして奈良に向かい、午前11時30分近鉄大和西大寺駅前の非常に三角巣みたいになったガードレールみたいなところで囲まれた狭い場所で選挙の演説が始まったんです。で、午前11時32分ぐらい、ちょっと高いところに立ち上がった安倍晋三さんはマイクを持って語り始めた。そしたら1時間半前から下見をしていた山上徹也容疑者が手製の散弾銃を持って一回引き金を引いた。で、当たらなかった。で、さらに彼は 2.8 秒前に向かって何のためらいもなく2回目の引き金を引いて、一回引き金を引くと6発の銃が出るんですよね。1回目は1つも当たらなかったんだけど、2回目の引き金を引くことによって、首筋から貫通をした銃弾によって、実はほぼ即死に近い状況で安倍さんはそこに横たわってしまった。すぐに病院に連れて行かれたわけですけれども、近くの病院だけでは間に合わず、ヘリコプター、ドクターヘリを使って専門病院に行って、そして東京から駆けつけた
安倍昭恵さんが到着するのを待ってお亡くなりになったという発表があったんです。で、私がここで皆さんにお伝えしたいのは、山上徹也容疑者が一発目の引き金を引いたときに言葉を発してるんです。これどこも報道してませんけれども、ある言葉を発した。引き金を引くその時、同時に山上徹也容疑者は菅鶴子という言葉を発してる。菅鶴子、韓国の菅に空を飛ぶ鶴、子供の子。統一教会、世界平和統一家庭連合の現総裁であるハン・ハッチャ総裁の名前を口にして安倍晋三さんを銃撃をしたんです。ここに今度の事件の背景が典型的に現れてるんですよね。ハン・ハッチャ総裁、来年80歳になりますけれども、文鮮明教祖、2012年の9月3日に92歳で亡くなりましたけれども、文鮮明教祖が40歳代の時に17歳のハン・ハッチャさんと結婚をして、14人の子供がいる。文鮮明っていうのはその前に2人の正式の奥様がいらっしゃって、全部で、正式に結婚した女性との間には17人の子供がいる。朝原祥子以上、実はそれ以上にまだまだいらっしゃるんだけれども、アメリカにも別の女性、との間の子供がいたり。で、文鮮明、という人は統一教会を作ったんですけれども、1920年に北朝鮮の平安北道鄭州というところで生まれました。そして日本に1942年にやってきて、早稲田高等学校で勉強して、1944年に朝鮮半島に戻って、でまだ朝鮮半島は日本の植民地支配にありましたから、そして朝鮮半島の今の北朝鮮の平壌で女性との事件を起こして、3ヶ月大道という警察署に隔離をされ、逮捕されて身柄を確保されて、で3ヶ月で出てきて、でさらに北朝鮮の平壌で強制結婚、実業家の奥様と強制結婚罪で、5年間の実刑判決を受けて北朝鮮の監獄にフンナムという刑務所に入るんです。でそれが1946年のことなんです。だけど皆さんご承知のように、1950年には北朝鮮が韓国を侵略をして、どん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 朝鮮半島釜山の方まで北朝鮮軍はやってくるんだけれども、アメリカ軍が介入をして、どん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 平壌のところまで行って、平壌も一時陥落をするんだけれども、その時にフンナム刑務所にいた囚人たちっていうのは全員解放されて、そのどさくさに紛れて文鮮明、本名は文流明っていうんですけれども、文流明が逃げ出して韓国にやってきて、先ほど言った女性の問題で逮捕される間、あるいは強制結婚罪というのは、朝鮮半島には当時土着の宗教があって、婚姻教っていう、交わる、因する教、まあ読んで字のごとしのそういう宗教の教えを継いで、彼は刑務所から逃げ出して1954年に韓国で統一教会、世界基督教統一神霊教会を設立したんです。そしてそこでもいろんな問題が起きるんですけれども、ロクマリアの悲劇とか、まあ言われるいろんな女性との問題が起きたんだけれども、しかしそういう教団であっても信じる人はいて、チェという信者が1958年に日本に密入国をしてきて、それで布教を始めるんですよね。で布教を始めて、そして警察に密入国ですから逮捕をされて入管に入れられて、そして1959年に出てきて
日本で初めて世界基督教統一神霊教会、いわゆる統一教会が設立されたんです。そして1964年に東京都の認証を経て宗教法人として活動を開始して今に至っているという、まあ、そういうまあ簡単な歴史があるんです。でその統一教会の教義そのものは非常に聖書を歪めて解釈したものであって問題点があるんですけれども、そのことについては今はちょっとお話をしませんけれども、そうやって日本で統一教会の活動が始まって、ずっとこう歴史を飛ばしますけれども、日本で例えば1990年の合同結婚式、桜田淳子さんなどが参加をされた、皆さんの世代だとほぼ覚えていらっしゃると思いますけれども、1992年に合同結婚式というものが報道されて、文鮮明という教祖が選んだ相手と結婚する、なんかおかしな宗教団体だねっていうような印象で皆さんは感じていたと思います。それが1992年なんです。でその前の年、1991年に山上徹也容疑者のお母様、統一教会に入信されました。で今70歳になっております、山上徹也のお母さんは。でなんで統一教会に入るかっていうのは、またこれまた話せば長いことになるんですけども、特別な人たちではないんですよ。どこにでもいるような真面目な普通の人たちが人生のふとした狭間にたまたま統一教会に関わることで入信をしてしまった。例えばですね、山崎ひろ子さん、92年の合同結婚式に参加をされましたけれども、93年の4月に脱会をされて、私はそれからいろんな話を聞きましたけれども、山崎さんだって文鮮明教祖が選ぶ相手と結婚をして、しかも集団結婚というのはあんな気持ち悪いところに何で入るんだろうと思ってたんですよ、山崎さんは。だけど山崎さんが海外遠征に行って新体操を頑張っている時にお父さんは亡くなった。その死に目に遭うことはできなかった。だけど海外遠征の時にものすごく素晴らしい成績を収めることができて、そして警察官出身のある統一教会の信者が近づいてきて、あなたが海外であれだけ素晴らしい成績を収めることができたのはお父さんが日本にいて祈ってくれたからだというようなことを言って、だんだん近づいてくる。だものすごく親切な人たちが多いんですよ。面倒見のいい人たちが信者なんです、昔も今も。それで勧誘の仕方についてはまた時間があればお話をしますけれども、ふとした狭間に統一教会に入ってしまう。だから山上徹也容疑者のお母様も悩んでいる時に統一教会が優しく声をかけてきて信者にだんだんなっていった。山上徹也容疑者のお母様の夫は32歳で自殺をしたんです。そして長男は生まれた時から小児がんで大変な状況にあった。統一教会の教えがどん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 入り込んでくると、統一教会の教えでは自殺は悪なんですよ、罪なんです、自殺をしてはいけないんです、統一教会の教えでは。そして統一教会の教えをお伝えしていくと、霊感商法の手口と全く一緒なんだけれども、恐怖で陥れるんですよね。あなたの夫が自ら命を絶ってしまったっていうのは先祖の因縁が働いたからだ。ずっと統一教会は70年代80年代霊感商法をやるとき、7代前の先祖殺生因縁、人を殺した、7代前の武士が人を殺したから、あるいは7代前の先祖が色情因縁、男と女の関係で問題を起こしたから、その先祖の因縁があなたの夫に影響を与えて
自ら命を絶ってしまったんだっていうようなことを言うんですよね。だから今明日明後日と韓国のチョンピョンという教団の施設で先祖解怨式っていうのがあるんです。先祖解怨式、先祖祝福式。先祖解怨っていうのは先祖の怨念因縁を断ち切る儀式を明日韓国でやるんです。日本からも信者たちは行きますけれども、でそのためにお金を取るんですよね。またね70万とか、当時はね7代前の先祖までたどって先祖の因縁を断ち切るって言ってたのに、今は420代まで先祖をたどっていく。それは全部お金取る、縄文時代にまで行くんですよ。だから7代前だったのはどん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 先祖をたどっていく。そこまで因縁立たないとあなたは救われませんよみたいな、とんでもない、とにかくお金お金お金なんです。だけど信じていく人たちっていうのは、あなたの夫が32歳で自ら命を絶ったのは先祖の因縁があったから、あなたの長男が大変な病気で苦しんでいるっていうのも先祖の因縁がそうさせているんだから、だからあなたは山上家の士族のメシアなんだ。士族メシアというと、これ統一教会の用語なんだけど、士族メシア、士族を助けることができるのはあなたの使命だ、あなたしかそれはできないんだ、そういうことが山上徹也のお母さんだけではなくて多くの信者たちに教え込まれていくんですよね。そしてお母さんは韓国にあるソウルからだいたい車で2時間ぐらいのところにあるチョンピョンという施設に行って40日セミナーというのに何度も何度も出るんですよ。そういう暮らしをしていく中で1991年に入信したときにすぐに2000万の献金を行って、さらには3000万の献金を行い、最終的には1億以上のものお金を出して2002年に破産するんです。と山上家っていうのは夫が早くに亡くなっていて、長男1979年生まれなんだけれども難病を患っていて、1980年に山上徹也が生まれて、さらに妹さんがいらっしゃる。だけどお母さんは霊界地獄でもがき苦しんでいる夫を助けなければいけない、そして息子を助けなければいけないという思いで統一教会の信仰にどん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 入り込んでいって、韓国のセミナーにも何度も何度も出てるんです。おかしな話なんだけれども、統一教会の教えで言うとですね、私たちはこの地上世界にみんな生きてるんです。我々はみんな一人一人が肉体として生きてる。だから統一教会の教えだと肉身っていうんです。肉に身、肉身、まあ、肉体ですね。私たちは肉体を持ってこの地上世界で一人一人が生きてるんだけど、同時に霊人体ってのがあるのが統一教会の教えなんです。霊魂の霊に、人に、体、霊人体。だから私たちは一人一人この地上世界に生きてるんだけれども、肉体はやがて滅びる。だから統一教会の教えでは肉体が滅びても肉身が滅びても霊界に行くんです。霊界に。だから彼らの教えから言うと、この間行われた国葬の安倍晋三さんというのは、この世の中の肉身はなくなったんだけれども霊界で統一教会とも親しい関係を持っていたし、長い僧侶をやっていて実績があるから霊界で光り輝いてるという教えなの。だから統一教会の人たちは内部文書が出てきて、亡くなって数日後に通達が出てんだけども、安倍晋三さんのために祈りなさい、それは霊界で光り輝いてもらうためなんですよ。だけど自ら命を絶つような人っていうのは霊界の真っ暗闇の地獄でもがき苦しんでるんですよ。だからお母さんは霊界でもがき苦しんでいる夫を助けるためにお金をどん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 つぎ込んだという、そういう教えなんです。にわかには信じられないんだけれども、それが統一教会の教えなんです。そしてそういう暮らしをしてましたから、山上徹也、そして妹さんは
奈良の自宅に置かれたままお母さん帰ってこないわけですから、食べ物もなくなるような状況のもとで、おじさんが食料の差し入れなどをやって、彼らは生きてきたんですよ。そういう暮らしをしてきて、山上徹也自身は勉強がよくできましたから同志社大学の工学部に行きたかったんだけれども、実家破産ですから大学なんか行けない。そして彼は海上自衛隊に入って呉で働いていて、だけどこんな人生はもう嫌だということで生命保険に入って、受取人をお兄さん、そして妹さんにして自殺を図った。でもその自殺を図った時もお母さんは韓国の修練会に行っていて、山上徹也は自殺未遂を図ったっていう連絡が来ても帰ってこないんですよ。そういう家庭で育って彼は犯行の前日に出した手紙の中で、私の10代からの暮らしっていうのは統一教会への恨みの人生でしたということを書いてるんです。そして恨みを持って彼はずっと生きてきた、人生も狂わされたと。その原因をたどってみれば統一教会だ、容易に理解をできる暮らしを彼は今年までずっと続けてきたんですよね。一方お母さんはさっきも言いましたけれども、先祖の因縁があるから真っ暗闇の霊界の中であなたの夫は苦しんでる、長男も苦しんでる、だけど長男は現実世界生きておりますから、自分は神戸大学の医学部で治療を受けたかったんだけども、そんなお金はないわけですよ。そして2015年に山上徹也のお兄さんは39歳で飛び降り自殺をしてしまった。夫は飛び降りる、大事な長男も2015年に飛び降りる。だけどお母さんはもう信仰の世界に入ってますから、もう全く違う世界で自分の信仰の弱さということをずっと心の中に押し込めてしまった。だから皆さん考えてみてくださいよ。あれだけのことを自分の息子が事件として起こしてしまったら、統一教会辞めると思いません？思うでしょ？違うんですよ。今お母さんは奈良から東大阪に行って毎日毎日何やってるかというと、こんな分厚い統一教会の文鮮明の御言葉集430万円、それを毎日毎日勉強してるんですよ。なんでそういうことになるかというと、事件が起きてから検察がお母さんの任意の事情聴取をやったときに、なんて言ったかというと、お母さんは教団に悪いことをしてしまったという認識なんですよ、今も。そして自分の信仰が弱かったから息子があんな事件を起こしてしまったんだという理解なんです。これややこしい話なんですけどね、簡単にちょっとだけお話をさせていただくと、統一教会の合同結婚式に参加をしたお父さんお母さんのもとで生まれた子供っていうのは祝福二世っていうんです。統一教会の合同結婚式で結ばれることを祝福っていうんです。だから祝福式っていうんですね。だから祝福二世なんです。今テレビなどで訴えている小川沙織さんも祝福二世なんです。お父さんお母さん合同結婚式出てますから。だから山上徹也の場合はお母さんは結婚してから統一教会に出会ってのめり込んでいったから信仰二世なんですよね。だから信仰二世で統一教会の教えはどん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 入っていくと、自分の子供たちが現在のない人生を生きていくには信者になって合同結婚式に参加をして、そこで結婚をすることが子供たちにとっては幸せな人生だっていう、まあ、統一教会の教えですから、矛盾はさらに深まるんですよね、信仰2世の場合は。だって山上徹也容疑者は今だって信者じゃないんですから。
お兄さんも信者じゃなかった、妹さんも違う。だからお母さんからすれば難病を抱えた長男を何度も何度も韓国の修練会に連れてってるんです。山上徹也もお母さんに連れて行かれてる。それはお母さんからすれば、教団からすれば、子供たちを信者にしなければ、人類の初めからアダムとエバの時代からの現在っていうのは拭えないからという教えなんですよ。だからその矛盾はものすごかった。そしてお母さんからすればそういうことができなかったから、自分の信仰が弱かったからあんな事件が起きてしまったんだという理解なんですよ。これが宗教の怖さなんですよね。だからそういう状況の下で、山上徹也容疑者は犯行を起こしてしまった。家庭をむちゃくちゃにした統一教会。だから彼は文鮮明教祖が亡くなってますから、世界平和統一家庭連合、名称変更を下村博文さんがやってしまったために、そうなってしまいましたけれども、教団の責任者であるハン・ハッチャ総裁を襲おうと準備したんです。2019年の10月に愛知県にやってきた時に、その会場に行って、そこに入って火炎瓶で襲おうとしたんだけれども、そこにも入れなかった。で、諦めてまた奈良のマンションに戻ってきた。で、彼は彼なりに勉強していくと、この日本で統一教会をはびこらせたのは誰かという、岸信介総理がもともと日本に統一教会を連れてきた、そういう、正しい理解になるんですよね。で、彼はハン・ハッチャ総裁を襲おうとしたんだけどダメだった。そして統一教会は2012年に文鮮明が亡くなってからは分裂するんです。財産めぐって三男派、七男派、本当はもっともっと10ぐらいの分派が今あるんですけれども、教祖の子供たちということで言うと、教祖の妻であったハン・ハッチャ総裁、そして三男のブン・ヒョンジン、そして七男のブン・ヒョウジンという、元妻、三男、七男、そういうふうに分裂しますから、もし仮にハン・ハッチャ総裁を襲うことができて成功したとしても、三男も残る、七男も残る。で、さっきも言いましたけど14人も子供いるわけですから、だから統一教会は残ってしまう、これじゃあダメだということで、彼は日本の現実において最も影響力のある統一教会の審判協力者、安倍晋三を狙おうと思った。それが今年の2月なんですよ。で、なんで2月かというと、もう皆さんご承知のように映像を思い出していただけると思いますけれども、去年の9月12日、韓国で行われた UPF 天宙宇宙連合、これも総裁はハン・ハッチャ、そうだから、みんなもう名前が違うだけで、逃げるためにいろんな組織を作ってるだけで、信者たちがやってるもんですからイコールでいいんです。これは統一教会イコール国際勝共連合ですし、世界平和統一家庭連合イコール世界平和連合、国際勝共連合の一緒なんですよ。で、去年の9月12日に韓国で行われた天宙宇宙連合 UPF の集会に、アメリカのトランプ前大統領がスピーチをやって、その後安倍晋三元総理がビデオメッセージを出して、たった短い5分間のスピーチの中で、朝鮮半島の平和を求めているハン・ハッチャ総裁を敬意を表すると言った上で、短いスピーチの中で天宙宇宙連合 UPF は家庭の価値を大切にすると2回も言ったと、2回も短いスピーチの中で。それを聞いた山上徹也からすれば、家庭をもう破壊されて、もう自分の人生も変えて、お兄ちゃんをも追い込んだ、
その統一教会天地宇宙連合を高く評価する、尊敬する安倍晋三を許せないと思ったの。それが動機なんですよ、今年の2月。そして彼はマンションの中で仕事を終えて夜、自分で理工系の知識能力を持っている人ですから、手製の散弾銃っていうものをいくつも作って、それで7月8日の犯行に至ったということなんです。それが安倍晋三襲撃事件の背景なんですよね。そうする